京王5 0 0 0系電車高松琴平電気鉄道1100系電車高松琴平電気鉄道1100系電車は高松琴平電気鉄道が保有する通勤系電車である。元京王帝都電鉄5000系で1969年に日本車両製造、または東急車両製造で製造された。制御電動客車の1101から1108による2両。 編成4本の8両が琴平線に在籍する。車体は長さ18メートルの構成車体。窓配置は C3D1D3D3D2 で、客用扉は片開き、側窓は2段上昇式である。前面の運転台窓はパノラマラミックウィンドウを採用している。連結面は広幅貫通路で、貫通扉はない。屋根はバリウェ屋根で、 奇数者の連結面よりにパンタグラフを備える。冷房機は、プーマイナス1508アールを1両あたり6台、備える。電気関連は制御機が、日立製作所製、手電動機が、東洋電気製造製で、出力は7 5ットのものを1両あたり4個装備している。抵抗制御式で、制御機1台で出力7 5ットの手電動機8個の、 直並列制御する。なお、制御機は、奇数号車に搭載されている。台車は1080型と共通の等急車両 TS-310 系である。京王5 0 0 0系は、1963年に、京王線の河川電圧1 5 0 0ト小圧に合わせて登場した車両である。 ことでに譲渡された車両は、1969年に最終増備の第9次、十字車で幅広車体の量産冷房車として登場したものである。KO5000 系は、1986年に初期の非冷房車から廃車が始まった。ことでん譲渡車はこれより、後の1995から1996年に廃車になったもので、最も、 遅くまで慶応に残ったグループであり、慶応線でのさよなら運転に使用された車両も含まれている。長尾、指導線の旧型車代替計画が1990年代の初頭に進められた。この時、導入車両の提案をしたのが、慶応系列の慶応、OK、重機整備である。しかし、この時の提案発車の廃車計画が予定通りに進まなかったために実現しなかった。 その代わりに、京王5 0 0 0軽電車が、琴平線の冷房化率工場を名目に導入されることになった。導入に際しては、以下の改造が、同社北の事業所で実施された。1997年7月にまず1101、編成、1103編成の2編成を導入し7月12日より、営業運転を開始した。大体で1013から1014。 1017から950の4両が廃車になった。同年10月に残りの1105編成、1107編成の2編成も入線したが、こちらは輸送力増強のための車両増備として導入されたため、大体廃車はない。塗装は当時の標準塗装ではなく、ことでん河原町ビルに開店したばかりだった、ことでんの放送紙の色をイメージした白地に、 窓周りに青緑と黒を配したものとなった。俗にソゴーカラーと呼ばれる。その後、ラインカラー制導入に伴い、2004から2005年に外半を上半分アイボリー、下半分黄色の琴平線標準塗装に変更した。2015年2月頃、1107プラス1108、編成の前面と側面の行き先表示器が幕式から LED 式に変更され、 2018年5月には標識灯が撤去された。今後、他車両にも同じような変更が行われるのかは不明。なお、19年12月時点で、ことデンの電車で LED 式行き先表示器設置と標識灯が撤去されている車両は、この編成のみとなる。貫通扉の渡り板は、慶応時代は普段上げられていたがことデンでは下げられることが多い。 他社の慶応五千形状都社、ありがとうございます。